有馬に復活と奇跡の歴史あり、勝利の女神を惑わす光を放てラストダイヤモンド、外のダイヤモンドの TK 調査です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はちょっと松村さんに、ゲストに来てもらってますね。もうどうしても聞きたいことがあるそうです。まずは池江先生に。はい、聞いて。聞いて。はい。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、はい、引退です、ということで、はい、すごい個人的にも、とても、私もね、レース直後はそれ気にしたんですけども、まあ、あまりにもレコードタイムが速かったので感動がないから、あと怪我をしてないから感じたんですが、大丈夫ですかね。だからバババが硬いというより、そのバババの状態がものすごく良かったんで、出た最後ということで、まあ、反動もなく順調に来ます。っていうのはどういう気持ちなんですか。そうですね、なんていうんですかね、まあ卒業生を送り出す校長先生みたいな感じで、はい、先生、あの、実は今は校長先生です。そうか、やっぱり厩務員さんね、担当の人がね、ずっと一緒にいるんで、だからまあ校長先生なんで、まあ、まあちょっと距離があるかな。あの、実は松村香織さんも卒業宣言をしてました。あ、昨日あの聞きました噂で、はい、どうなの、ご自身の気持ちを置き換えて考えたの。いや、でも本当に時期がね、一緒ぐらいで。あ、そうですか、おめでとうございます。卒業おめでとうございます。あ、ちなみに撤回とかはないんですけど、はい、撤回する予定とかはあったりするんですか。あ、もうね、4、5倍が決まってるんですよ。あ、もうあの広告が出ちゃったんで、ありえないですね。だから先に大きなステージへ、まだもう一段上のステージ行くってことですよね、ダイヤモンド。そうですね、次のステージに行くんで、はい、卒業期からその首じゃないです。首じゃないです、ね、首じゃないです、はい、逆に言うと競争馬としてはそこを目標に戦ってきてるわけですよね。そうです、はい。だから、じゃあ、あるから決まってるのか、いないか、卒業の後の道は。いや、私も、いや、でも、手番のお仕事続けたいなって思ってました、本当に。いや、先生、ちょっとアドバイスもったら、はい、競馬の仕事するためには。競馬の仕事するためには何でしょうね。まあ、例えば、乗馬とかができたらね、武器になるので、まあ、ちょっと乗馬教室に通ってみます。乗馬教室になると思います。その前にありまくりはあるな、もちろん。さあ先生、ちょっと お話の方なんですが、前走、まあ、時計はすごい時計になってるんで、まあ、どの馬も能力を出してるんだと思うんですが、どうですか、その札幌ダイヤモンド自身、僕らはやっぱり勝つということを前提に見てる方なので、着順を見たら少しこう大丈夫かなっていう気がするんですが、まあ、現状のダイヤモンドの力は全て出し切ったと思いますし、あの、かつてのレコードを塗り替えてるわけですから、ね、はい、だからあの現状のダイヤモンドとしては 100% の全部出し切ったということですね。じゃあ、まあ、負けて、まあ、その不足なしというか、あのレースに限りは満足できてると思います。そうですよね、前の馬に追いつかない、はい、後ろの馬に刺されてるというのはもう全部出し切ってしまう。で、今回有馬記念、まあ、あの人サムラックを破った思い出の地ですけど、はい、そうなんで、あ、こう、あの有馬記念の舞台やってるんですけど、思い出すようなことあるんですか。ないですね、だからあの有馬記念って、有馬記念ってレース分かってないですか、はい、あれが有馬記念、これが有馬記念、ああ、これが凱旋門賞って分かってないんで、着いた瞬間、うわ、あの有馬記念のレースだったところっていうのは概念ないです。ないです、全くないです。もう得意なコースっていうわけでもないですか。どうなんでしょう。得意なのは京都ですね、直線平坦が今 で東京のようにだらだら長い坂が続くのも良くないんで、はい、まだマシな方と思います。阪神、中山はマシな方、まだマシな方、はい、今回は逆転にはいろいろまだまだこう、ね、まあ、何でしょう、戻るものがあるのか、足さなければいけないものがあるのかと思ってますが、まあ、悲惨の立ちだと思います。
はい、奥さんとかですね、はい、つまりちょっと期待度としてはどれくらい先生自身は生まれてますか。いや、やっぱり買ってほしいですよね。期待度は100ですよね。期待度は100、わかりました。それでは最後抱負をお聞かせください。はい、3年間長い間応援していただいてありがとうございます。本当こんな感じね、体調もいいんで、ジャパンカップの反動もないですし、なんとか引退の花道をね飾らせてあげたいと思っております。よろしくお願いします。思い出大きいダイヤモンドにもう一つ大きな思い出をぜひ作っていただきたいと思います。はい、その通りです。理系調教師でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。